関東地方の午後の雨ですけれども現在、近畿地方や東海地方にある活発な雲がだんだんと近づいてくる見込みです特に今夜以降の雨の降り方に注意・警戒をしてくださいまずいただいたリポート、こちらですね横浜市の泉区となります、まあ、かなりこう降り方が強まってきている状況といった形でして、まあ、関東も朝からザーザー降りの方ご報告をたくさんいただいております。 雨雲の様子と合わせて現状をご覧いただきましょう、えー、現在かなり広い範囲で強い雨のご報告が届いております、えー、特に雨雲今発達をしておりますのが関東でもこの南部の方ですね、えー、神奈川県を中心に行く雲が強くなっております一方その他のところはまだ比較的弱い雲ではあるんですけども現在近畿地方ですとか東海地方かなり活発な雲が広がりを見せておりますこれがだんだんと東に動くということになります また天気図、ご覧いただきましょう、えー、こちらが午前3時の実況天気図なんですけれども。 前線が東西に伸びておりますの台風2号を回る湿った空気がその前線に流れ込む形でかなり梅雨前線の活動が活発になっている、まあ、こういった特徴がありますでさらにまあ天気図、もう一度見てみますとこちらが朝朝9時の予想図でして、まあ、前線帯がゆっくりとこう降りていくような流れです、ね、でその中でやはり湿った空気が強く流れ込んで雨雲が発達をするこういったことが想定されますので。 今、西側にある雲、またこの後、流れ込んでくる可能性があります。雨雲の動き、ご覧いただきましょう、えー。ご覧の通り、このライン状の雲があります。えー、こちらが。 だんだんと東の方に動いていくわけなんですけども先行して北部や西部の方から降り出していきます南部に関しては特に今夜以降ですね、えー、ライン状の雲、まあ、いわゆる線状降水帯となって、まあ、関東を通過していく恐れがあります、えー、しかもこの雨長いんです前線の動き,動きが遅いということもありますので明日の午前中にかけてかなり 雨の量がまとまる可能性あります。え1時間あたり50ミリ以上、トータルの量としてはさらに明日の昼までに150ミリ以上に達する恐れがあります。え土砂災害や川の増水、ま中小河川ですと氾濫など、えこういった被害が起きる恐れもありますので、雨雲の最新の動向に十分お気を付けください。えその最新の気象情報については、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。